下で打ち上げをしてます。はい、ということで多分 YouTube 版これで最後ですよね、1年やった感想どうぞ。楽しかったです。はい、1年やっても喋れませんということで、はい、ということで、今ですね定型総会のプログラムの中でお客様に好きな演目3つ選んでくださいっていうことでアンケートをさせてもらったんですけれども、毎年ね、1位が、まあ、メインの賞、その年のフル賞でね、でその次ぐらいにフルカウ男子バンドが来て、まあ、女子が1点かなぐらいのね感じでいつもなかなか勝てないんですけれども、今年は男子がまた勝つのか、またまた女子が上行けるのか、ドキドキしますね。じゃあ男子対女子、その結果を、絶対何かの間違いだこれは。232が男子で、ゴレンジャーね、モモレンジャーの233ということでですね、女子の勝利。負け犬はさっさと席に座ってくれる？団長帰りましょうかもおいはい、ということで、今まで2部の鳥は男子バンドがずっと鳥をしてきたんですが、ここで下克上が見事達成されましたので、来年の定型総会2部の鳥は女子です。女子の結果発表でした。この後ね、テロップで得票数ベスト5ぐらいは、発表してもらえるかなと思いますんで、女子念願叶いまして、勝ちました。おめでとう。受けたブルカウの男女にコメントをいただきます。でちなみにMM コーチの村川コーチは、おい初代団長なんですよ。じゃあ、まず敗因は、それ聞きたいですね。あ、敗因は、団長の喋り方だよ。え、俺の喋り方、やばちょっと待って、そんなことある？特訓のとこやってる。ああ、確かに。へこたれている場合ではない。調査兵団、調査兵団、これや今これや、これや、はい、これや、これやわ、これやわ。だってね、一票差やろ、一票差やろ。よっぽど誰、こんなんなってるけど、もうこちっちゃい理由やと思うねん。これやこれや団長、団長。じゃあもう、まず初代団長、初代団長、初代団長、はい。負けたブルカウ、はい、どうしますか。負けたブルカウは解散しかないですね。はい、それはちょっと待って、マジで俺何しに来た。2025年まで妊娠しよう。25年は活動できるから。お前ら頭悪いちゃんと1年かけて妊娠しよう。じゃあ今年1
生ブルカは禁止します。1年間禁止、1年禁止します。さようなら、来年また会う日まで、また会う日まで。来年のブルカの焦点は決まりました。さようならブルカウ、また会う日まで。その次の年は帰ってきたブルカウ。あ、ただいまでございます。ただいまでございます。さよなら。はい、それでは今週のチームはこの辺で、さよならブルカウ、じゃあねー。